株式会社ビトスターは東京都渋谷区に本社を置くテクノロジー企業。100年後に名前が残る産業、文化を作るというミッションを掲げ、その輝きを加速させる。というタグラインのもと、独自データベースとテクノロジーを強みにクリエイター支援事業、コンテンツ制作事業を展開する。2014年ビトスター創業者である。 渡辺拓が友人の YouTuber の仕事を支援したことがきっかけとなり、クリエイター支援事業を開始。現在では、クリエイターエージェント、ビトスターエージェントのみならず、クリエイタープロダクション、ビトスタープロダクション、コンテンツスタジオ、ビトスタースタジオを運営している。出展、エンターテイメントビューティーファッションゲームスポーツキッズアニマルビトスターアカデミー。 ティックタッカー、ツイッター、ルレバーハット、YouTuber と企業を結ぶプラットフォーム、ビトスター、運営のビスキャストが、コロプラから、資金調達、海外展開も視野に、テッククランチ、2016年8月1日閲覧。ビスキャストが、デジタルとマスの融合をコンセプトとした、インフルエンサープロダクション、イージを設立。PR タイムズ、2017年7月5日閲覧。 ビトスター、旧社名ビスキャストから社名を変更 TBS と朝日、放送系のファンドから、資金調達も実施、マスメディアとの協業を推進。ソーシャル、ゲームインフォ、2017年9月19日閲覧。インフルエンサー支援プラットフォーム、ビトスター運営、グローバルブレインから3億円を資金調達、新人ユーチューバー発掘と、海外展開を強化へ。 ブリッジ、2017年6月19日閲覧。ビットスターが総額13億円の資金調達を実施し、インフルエンサーが活躍できるインフラ構想を加速。事業会社と戦略的協業を開始。PR タイムズ、2018年8月20日閲覧。ビットスター、札幌コレクションを買収。日本経済新聞、2019年2月18日閲覧。 ビトスター、ライブ配信特化型のタレントマネジメントを行う、メゾワンを買収ライバー事業に本格進出へ。マーケジン、2019年3月25日閲覧。ビトスターが YouTube 番組制作に特化したクリエイティブユニット、ビトスタースタジオを立ち上げ、バンダイナムコエンターテインメントとの共同チャンネルも配信開始。ビトスター、2019年8月9日閲覧。 インフルエンサープラットフォームのビットスターがシリーズ D ラウンドで10億円を調達。テッククランチ2020年8月17日閲覧。反則支援のビットスター。服飾ブランド買収 D2C 進出。日本経済新聞2021年4月5日閲覧。所属クリエイター。ビットスター2021年8月11日閲覧。ありがとうございます。